皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷と、今日はゲストが来てくれております、グルーヴ先生です。はい、レッツグルーヴ。テンション高いですよ。テンション高いですね。さすがグルーヴ先生、はい、今日はあの大阪は門真にあります、うん、グランスタジオに今日はちょっと出張でここに来ましてですね、はいはいはい、今日はグルーヴ先生にちょっと会いに来たわけなんですけども、はい、はい、キーラさんですか。そうです。キーラさんです。キーラさんですか。普通にキーラです。あ、なるほどなるほど。キーラさんとは、はい、実はね、あの、うん、一緒にレコーディングをさせてもらったりとか、そうそうそう、あの一緒にライブをやったりとか、まあ、結構あの音楽つながり の、うん、あの仲間であるんですけど、そのグルーヴ先生のプロフィール的にはですね、謎のスパイに追われているのにもかかわらず、うん、世界をグルーヴさせたいらしい。そうそうそう、世界と渦巻きたい。そうですそうですそうです。そうなんですよ。どういうことですか。あのね、やっぱね、何するにもね、はい、やっぱあの困難というか、いろいろ事件が起こると思うんですよ。何するにしても、ね、グルーヴするにしてもやっぱりいろんなこう邪魔が入ったりとかするかもしらんけども、でもいろんなものと渦巻きたいから、それでも渦巻きたいんだっていう強い意志なんですか。なるほど。わからん。わかれへん。そう、わかれへん。めっちゃおかしくったのに。それが謎のスパイなわけなんですね。そう、謎のスパイがね、狙ってるんですよ。なるほど。でもとりあえずグルーヴ先生がこう世界と渦巻いていくのを何かしら邪魔してくるんですよ。あ、それはありますね。でも何かをやろうとするとやはりこう必ず邪魔がね、そうそうそう、入るもんですから。そうそうそう、まあ、それを乗り越えてこそ成功していくということなんですね。それを見せたいなって思ってスローガンというかあテーマになってるんですよ。立てたわけなんですね。そうなんです。ドラムのパターン、うん、8ビートっていうパターンがあったりとか、うん、16ビートっていうパターンを練習するんですけど、うん、これがその果たしてそのベースからしたら、うん、この8ビートってどういうところに合わせてるのか、はいはい、っていうところをこのグルーヴ先生の力を借りて、はい、それをこのお伝えできたらなと思ってるわけなんですけども、ベース良かったですか。ベースで良かったですか。後ほどちょっとね、このまあベースドラムあるので、まあ、こう叩きながら、まあ、8ビートの時はどういう風に演奏しますかみたいな、まあ、ところをちょっと実践で、見せていただきたいなと思うんですけど、まずちょっとそのあのベーシスト目線でのドラムについてちょっといろいろ聞きたいなと思うんですけど、はい、こう用意してきたんですよ僕、質問いろいろとね。ありがとうございます。こういうことで。なるほどね。まずベーシストはですね、はい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 、一体ドラムのどこを聴いているのかを知りたい。まあ、例えばそのドラムってこうバスドラムだったりとか、うん、そのハイハットとか、うん、こういろんな楽器の集合体 で、うん、でドラムが演奏していくときは8ビートっていうパターンがあったりとか、うん、まあ、そういうこうものになるんですけど、うん、一体そのベーシスト目線でこうドラムのどこを一体聴いていますか。はい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 。あ、ね、これやっぱねグルーヴ先生的に言うと、はい、もうドラムが出すグルーヴを聴いてるんですよ実は。でそれはバスドラムと、はいはい、まあハイハットとスニア3点あるでしょ、はい、どっちタッチどっちのドンとタンの間の渦ってそのグルーヴの場所を聞いて、実はなるほどなるほど。だドンは点なだけで、はい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 、ドンタンの間のこの間の感じを体でドンタン、なるほどなるほど、タンドンタントロロドンタントロロタン、はいはいはい、その音と音のつながりというか、 その間のそうグルーヴを渦巻きを聞いてるわけですね。そうなんですよ。なるほど。マジでこれマジでなんかよく言うじゃないですか、一拍目をしっかりと合わせなさいとか、はいはいはい、言いますね。二拍目四拍目合わせなさいとか、あ、します、とかっていうようなもう次元の話じゃないんですね根本的に言うとね、はい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 、でも、うん、ベースとして大事にしてるのは、うん、グルーヴじゃなくてベースね、うん、ベースとして大事にしてるのは、うん、2発目の音と1,2,3,4の1,2,3,4の4発目の裏、1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4。なるほどなるほど。このアーでグルーヴさせるから1,2,3,4。なるほどね。そう、8ビートで言うとだからツッツッタツのところですね。ドンドンツッ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 。あ、なるほど。そう、ここで拾ったら次の点も合わせれるし、その次の2発目でコッと起こせるから、なるほど、次の頭につなぎやすいみたいなことになるわけですね。そうなんです。なるほどですね。だからドラマー的にもその合わせるときはそういうところを意識してやると、うん、よりグルーヴさせれるということですね。あんでね、違うん、ね、違うんかい。ね、これね、これは自然と合ってくるものなんですよ。でドラムって、あ、なるほどね、俺なんか指揮者やから、はいはいはい、ドンツドンツダンツク、うんうん、ドンツダンツクドンツ、はいはい、指揮者のやってるドンツ、はいはいはい、ドラマーさん的にはこういう指揮だよっていうのを意識してもらって、そこにベースが合わせていく方が多分形が綺麗ですよ。あ、なるほどね、うん、ってことはまあベース目線的には、うん、ドラム的にはもうブレって
欲しくないというか、折れないでいて欲しいと。僕はこういう式をやりますっていうのをやって欲しくて、なるほど、そこにベースが合わせることによってだんだん馴染んでくるみたいな。ああなるほどなるほど、うん、だ特に変えてませんよやけど、はいはい、勝手にその変わってくるグルーヴとして変わってくるのは一番綺麗かなと思う。なるほどなるほど。じゃあその中でそのキーハーさん、キーハー先生はグルーヴ先生がおっしゃってることのどっちもツッツッタッツーのところを そこに合わせに行くっていうよりかは、うん、意識ここを狙ってくれてるなっていうところを見るといいですね。そう、なるほど、それは合ってます。なるほ なるほど。それはでもベースのタイプにもよるかもしれんから、はいはい、僕は2発目と4発目の裏を大事にして弾くけども、うんうん、まあ、もちろんそのジャンルとか音楽によっては一拍目しか気にしてないっていう人もおるかもしれない。なるほどなるほど。けど僕はそこを意識してる。で森田さんともしバンドを組んだ時に、はいはいはい、あ、キーラさんはそこを意識してねえなと思ってくれたら、はいはい、それはそれでいいかな。グルーヴ先生がね、グルーヴ先生グルーヴ先生そうですね。なるほどなるほど。あ、でもそれはいい話ですね、うん、だからまあ仮にそのグルーヴ先生以外でもそうそうそう、そういう話ができるといいですね。あ、俺はこうここを大事にしてるから、うん、このここに合わせていこうやみたいな話ができるといい、ね、グルーヴしていきますね。いいです。なるほど。音で合わすんじゃなくて体で合わすことね、はい、体で。なるほどなるほど。体のノリタさんドラムを聴くんじゃなくて体のノリを聴いてそこにこう合わしていくみたいな、うんうん、なるほどなるほど。そういうイメージで弾いてます。いやこれは分かりやすいですね。あ、もしかよかった、分かりやすいできた。ありがとうございます。そうですね、もう今全部言ってくれたんで、はい、今この聞くことを実践しながらちょっとやっていこうかなと思うんですけど、はい、まあ、ドラムの定番フレーズと言われる、まあ、8ビートとか、まあ、2ビート、うん、まあ、8ビートとか、なんかいろんなリズムパターンがあるんですけど、まあ、それをちょっと、まあ、僕叩いてみるので、はい、このリズムにはベースがどういう風に当てはまるのかなっていうことをちょっとこの、見せていただきながらというか、はいはいはい、実践していただきながらやっていけたらいいと思いますので、はい、全然 OK です。よろしくお願いします。お願いします。レッツグルーヴ、レッツグルーヴ。違った、間違えた。こっちか。はい、それでははい、こうセッティングが完了しましたけども、はい、これからちょっと実践編として、はい、まあ、僕がこうリズムパターンを叩くので、はい、まあ、そのリズムパターンに対してこのベースがどういう風に当てはまってるのか、うん、でまあ、こうどういうところに意識をするべきかっていうところを、まあ、こうお見せできたらなと思っておりますので、うん、了解しました。よろしくお願いします。でまず僕ちょっとリズムを叩いてみるので、はい、ちょっと一回聞いてみていいですか。はい、まあ、まずと定番フレーズと言われる、はい、8ビートというやつ、まあ、これ初心者の方でもものすごく、まあ、一番最初に練習するようなことなんですけど、はい、まずちょっとこのリズムパターンを一回叩いてみますね。了解。8ビートがこういうやつですね。当てはまっていくのでしょう。はいはいはい。ちょっと実践してみても。了解です。いいですか？今のこのドラムのフレーズに対してどういうインスピレーションでとか、はい、どういうこの感覚で合わせておられたんですか。先ほど言った4拍目ぐらいドゥン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 っていうノリで弾いてるだけなんで。あ、なるほどなるほど。だからバスドラに飛び込むイメージで弾くんですよ。ドゥンドゥンタンツタ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 はい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 、なるほど。歌っていうところのタで4拍目のぐらいで次のドンに合わせに行くんですよ。なるほどなるほど。ドンドンタン歌ドンドンタン歌ドンドンタンみたいなこういうサイクルで弾くんですよ。音は合ってないにしてもその息呼吸的なものが合ってくるから、うん、なるほど。そこがやっぱチャイナソンのさすがグルーヴ先生素晴らしいグルーヴです。渦巻いてますねこれは。こういうリズムもあって16ビート、はい、16ビートと言われるリズムで、はい、このハイハットがツクツクタツクツクみたいなこのリズムが、はいはい、こうドラムではこう16ビートのパターンとしてこう使われてるんですけど、これがこうベースと合わせるとどのようなことになるのか。はいはいはい。じゃあ16ビートなんで一応ハイハットのチキチキに合わせますわ。ああ、わかりました。チキチキ合わせてズルル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 ルってきますね。なるほどなるほど、わかりました。
ここに合ってると気持ちよさが出ますね。そうなんですよ。あのね、なるほど、チキチキに、うん、と同じプレーを弾いてるんだけども、はい、僕はチキチキに合わせてるんじゃなくて、うんうん、村田さんもそれでも体に合わせるんですよ。あ、なるほどなるほど。ダン、ドン、ダン、ドン、ダン、ドン、ドン、ダン。あ、なるほどね。そう。音数は多いけども、その根本的なこのノリに合わせるというか、そこをこうグルーブさせるという。そうなんですね。なるほど。チキ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 って合わせるんじゃないんですよ。なるほどなるほど。ダン、ドン、ダン。ドラムもこのフレーズを練習あるあって、はい、やっぱりここの手数が多くなるとなんかすごいノリが細かくなっちゃうみたいな、やっぱ手数多いけどゆっくりな感じでいけた方がやっぱこうね合ってます、うねる感じが出ますね。すごいベースも一緒です。なるほど、手数多いけど、はい、やるじゃなくて、はい、うん、なるほどなるほど、一緒です。それは共通してあるっていうことですね。あります。だからまあドラムもね、こうまあ他のパートもそうなんですけど、うん、やっぱこう叩くフレーズに一生懸命なりすぎると、はい、そこがより読み取れなくなるので、どっちかというとそこのね呼吸を合わせるように意識ができた方がいいですね。そこをなんか読み取るというか、ね、そうです、その通りです。呼吸です。なんかこういうリズムがあるんですけど、あの、はい、ダンスビートと言われる、はい、なんかまあドラムで言うと裏打ちみたいな、まあ、これもなんかよく使われるリズムなんですけど、はい、まあ、ちょっとあげるね。ベースをどのように合わさっていくのか、はいはいはい、これを実践してみても了解しました。いいですか。どれがまあちょっと早くなりますかね。これ合わせた方がいいですか。あ、もうそれはもうグループ先生の。あ、ほんじゃあ、はい、あそっか。でもいろんなアプローチがあるってことですよね。そうそう、いろんなアプローチ、このリズム、同じリズムって言っても、うん、まあ、どのようなアプローチでこうやるっていうことですね。あれやましょうか、森谷さんでやっと曲やってもいい。あー、それしましょう。ちょっとあのビートじゃなくてずれるけども、はい、 それはどうやって弾いてるのかっていうのを説明できるので。確かに確かに。この後実はあれなんですよ、あのグループ先生とあの YouTube のコラボでね、はい、あの演奏してる曲があるので、その中のフレーズをでは やってみたいと思います。はい、いいですね。はい、ワン、ツー、スリー。はい、フレーズを弾くときでも、うん、そのどっちタッチどっちタッチのその村田さんの呼吸に乗ってるんですよ。うん、どっちタッチ、乗ってて、その弾く、うんうん、弾くフレーズはこういうビートじゃなくて、うんうん、なかったとしても、うんうんうん、こうリフとかになったとしても別に、うんうん、って弾いてるだけなんで、うーん、変わらない、何も変わらない。なるほどなるほど。根本的にはだからリズムが変わっても同じですね。なんかこの一緒です、ね、そうなんです。呼吸を合わせるという意味では、うん、だから僕ドラムの立場からしても今のこのフレーズ、はい、まあ、このズッターンってこの跳ねてるところでも基本的にやっぱこうスネアに落とし込むところ、うん、タツツツタ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 ツ乗ってるところを合わせるとやっぱりうまくいきやすいっていうところはやっぱりあるので、ドラム的にはやっぱこのベースの音数よりも、まあ、そこを見るっていうところはありますかね。ポイント的には、ポイント的にはそう、そのキヒラさん、キヒラさんじゃないわ、グループ先生が感じてるどっちのことをあの合わせてるっていう感覚はあるかもしれないですね。うん、まあ、でもすごいかっこいい曲を作ってくれたんですよ。でもいや、あります。素晴らしいですね。でこういうのをやり何回もやっていったら磨きがかかってもっとグループ力が上がって、うん、もうなんかただ演奏してるだけのもんじゃなくなるっていうか、ちゃんとこう2人で1つの音になっちゃうみたいな風になってくるんですよ。なるほどなるほど。ちなみにさっきのフレーズっていうと、このフレーズを考え出した時、はいはいはい、編み出した時にある程度こうドラムがこう来るやろな的な、うん、こうドラムのフレーズって頭にありますか。はいはい、あのね、仮で鳴らすんですよ。仮でベースって多分ベーシストに多いのが多分ベース弾きながらドラム聴いたりギター聴いたりグダ聴いたりとか、ね、そのなんていうの、骨になってるからベースって実は、はいはいはい、多分いろんな他の楽器もなっちゃってる人が多いかなって思うんですよ。あー、なるほど。自分だけで演奏してないけどベースって。あー、意外と。だから弾いて弾きながらでも、うん、クリック裏クリックと一緒に合わせながらでも裏クリックも聴いてるけどもドラムも鳴ってるし歌の感じも何なの鳴ってるし、はいはい、ギターも鳴ってるしみたいなので、うん、ぼんやりはもうしてる状態なんですよ実は。あー、なるほどなるほど。そのふわーっとしたその世界の中でこう自分がしっかりリズムを奏でてるっていう風になってるんですよね。はいはいはい、なるほどなるほど。だから、なんかないって言われたら、こんなんわっとはすぐ言える状態にはなってるんですよ。はい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 。
その時の浮かぶリズムは何通りかあるんですか？ありますね。あー、なるほど。何通りかある、はあはあ、やる人によって変わるから、うん、あ、この人はこう来るやろな、この人はこうやろなっていうので変わるから、はい、これ前後のバランスを整えて、ここのセクションはこっちの方が合うんじゃないかなとか、はいはいはい、そのつじつまを合わせていくみたいな、うん、骨の関節をこうちゃんと作っていくみたいなイメージになります、はいはいはい、なるほど。わかりやすいグローブ先生。わかりやすい。先生やれるんちゃうか俺。まあ、僕が、まあ、比較的得意とするリズムなんですけど、はい、あの2ビートっていうのがあるんですよ。ベースをこうどのように合わせていくのか、ズタズタズタみたいな感じですよね。あ、ズタ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 。はい。あー、そっちか。それからドッタドッタタの方がいいです。いや、ドッタン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 でいいですよ。ドッタンドッタンが続く方がいいです。メロコアやね。メロコアでいきますか、ね。メロコアでいきましょうか。メロコアでいきましょう。オッケー。このこういうね、このあ、これはあれねっていうのもなんかね、こうお互いのイメージ。そうそうそう。イメージ、イメージ。そういうのも大事ですよね。そうそう。大丈夫です。じゃあ、いきますね。はい。メロコアフレーズですわ。メロコアビート。例えばなんかこういうめっちゃ速くなるじゃないですか、曲が。その時はどういうこうイメージがありますか、その合わせる、ドラムに合わせる時のイメージ。はい、実はね、これって、4拍目ぐらいとか今まで言ってたけども、はい、そういう概念がちょっとなくなってくる。なくなりますよね、なんかここまで速くなると。うん、そうさーって言ってんねんけど、うん、その頭のドッタン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 っていう、うんうんうん、もうドンドンサラドンサラドンサラっていう、うん、そのサイクルで弾いてますわ、実は。なるほどなるほど。まあ、言ったらこうある程度こうリズムがまとまって捉えられてるというか、うん、なんかそういう感覚ですね。そうです。ドン、うんうん、ドン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 みたいな。確かになんか僕がこう、まあ、ドラムの立場からこうベースに合わせるとしても、まあ、例えばこうダダンガダダンダってこう、うん、ね、こう音数細かく弾いてるんですけど、僕はなんか基本的にゆったりこうまとまってのリズムを意識しながらデデンデデデンデでこう合わせてるっていう感覚はあるので。そうそう、一緒です。うん、そこがハマるとね、グーグーしますね。これ、これもグーグーする。実はなるほどなるほど。でもそう考えると、同じパターンで言っても、まあ、その合わせる人とか、まあ、その時々によって、うん、まあ、これはこうやなっていうこの暗黙のルールというか、はい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 、なんかそういうものがちょっとね、うん、あったりとかするかもしれない。ありますね、それはもう、うん、合わせてみないとわからないですね。そう曲にはそこなんですよね。そう、だからその合わせてみた時にこう自分のドラムのパターンのことがばっかり考えるんじゃなくて、相手はどういうこうリズムで来てるのかっていうのを読み取ることによって、はい、こう良くなっていくということですね。もちろんです、合ってます。なるほど、その通りです。まあちょっと、まあ、ちょっといろんなリズムパターンに合わせてみたんですけど、はい、グルーヴ先生のチャンネルでは、うん、まあ、コラボさせていただいているので、はい、僕とグルーヴ先生が渦巻いているところをぜひちょっとね、皆様に見ていただければと思いますので、ますぜひこの概要欄、ここにあるんで、ここ下概要欄のところに、グルーヴ、はいはい、グルーヴ先生のチャンネルを貼っておりますので、はいはい、ぜひご覧いただけましたらと思います。はい、ご覧ください。それでは今日はありがとうございました、小林先生。はい、以上で、以上で終わりたいと思います。じゃあもうグルーヴの国へ帰ります。はい、今日はわざわざ、はい、グルーヴの国から来ていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。レッツグルーヴ。